つばひろ最強ってことでね、皆さんこんにちは、こんばんは、はじめましての人は、はじめましての白子です。今回レッドゾンブロリーで、ついになってるもの同士スーパーヒーローですね、ピッコロとゴハガンマ1号2号それからゴジータとベジットですね、まあ、やっていこうかなと思ってます。左から、1突1突1突2次3突2突2突です。5周年はリンクレベルマックス、こいつもリンクレベル高めの、1号は低いです。でご飯はリンクレベル高めで、俺これは育てたばっかなんでリンクレベルは低いです。やっていきましょう。で回避向こうのステージなんで、まあ、その中でどれぐらい抗えるかっていうのがポイントかなと個人的には思ってます。これどうするかな、並びがすげえだよな。この面つって並びがとてつもなく悩むね。俺これはちょっと入れ替えます。なんでかっていうと、俺これ後からでも全然あげれる、爆破できるから、先にダメージカットの方が大事。これで、40% カットで、あとはもうガンマ1号は入れ替えても大丈夫だよ。であとはもう一ターンの間でこいつを育てなあかんから、5回打たなあかん。要するにこれで1回目で2回目確定打ちじゃないのがこいついてんだよな。超高確率 70% だから。おい気絶入れんだバカタレバカタレ気絶入れんじゃねえ。傷つ入れてもらったら困んねん、こっちが。まあ、次の並びはどうでもいいか。あら、まあ、適当に打ってください。じゃあ適当に行きましょう。はい、ここは適当です。なんなら打たなくていいまでやる。で次ガンマで、おーい、おはい、おい、打つね。あんまり打たなくていいまであるのにめちゃくちゃアタックあげるやん。あ、いいけど、じゃあ次のことを、あ、まあこう倒してもいいか。倒さへんのかい、倒すんかい倒さへんのかい、倒すんかい。はい、オッケー。アタック爆上げやん。さあ次が、ここでダメージカットを働かせつつやっていきたいんだけど、ちょっと不安は残るけど、一物の不安が残るけどな。名言だねマジで、俺が一物の不安っていうのね、マジでもう癖になってもうた。言い間違いから始まったから。900万。一応ディフェンス 30% は働いてるから、ここでもしも死なないにしても結構の火種食らったとしても、俺これで回復ができるから、まあいいとしよう。なんか食らいそうなイメージはあるけど。で、あとはリンクも繋がってるから、ある程度火種は抑えれるはずなんですよ、僕の予想だと。予想だけどね。やつめ。ただオレコロがまだそんなにダメージを受けてないっていうところを見ると、ステータスアップをさせなきゃいけないっていう部分がある。3発目そこに対してどうするかだよね。だからここは倒さんで A まであるんだけどね。倒しそうな匂いするね。 OK 来た。これでもしも結構食らうんだったら、それはそれでありがたい。全然食らわない。中途半端に HP 削って、いや
やでも倒さん方がええな。倒すんだろうけど倒すね。あれ K ではないけどまあいいでしょう。こっからだね。これきちいな。垂れたらやばいので使います。少しおまけをしておきました。なんか打ちそうな匂いするんだよね。本気の戦いだ。なんかそんな気する。めっちゃ打ってきそう。ついついつい、よいしょ。オッケー、いいよいいよ。全然あれ撃ってこんか。このターン撃ってこんか。こんやつもしかして。撃ってこんやつや。撃ってくるんだ。撃ってくるんだったらまあよかったかな。使って、なんで3回も同じキャラが撃てなかった。よいしょ。まあ大丈夫じゃない？知らんけど。このターンも打ってくるんだったら次のターン打ってこないまである。そんな気がするよね。だ戦闘にめっちゃ集中砲火してるターンってめっちゃ怖いんだよね。こいつケツで撃つイメージあんまない。たまに撃ってくるけど。怖えわ。怖えわ。まあとりあえずターン稼ぎする。撃ってくるか。撃ってこない。ケツか。ほい。あと 2.5 か。打ってこんかった。このターンじゃなかった。ああ、だよ、いた思った。OK。でけでけでけ。それだけでもできますわ。とりあえず、打てるんだったら打とうか。これでいきます。これが俺この強いよ。2ゲージまで行って相手がケツに集中砲火してくれたらめっちゃでかい。撃ってくる撃ってくる撃ってこない。いや怖え。真ん中打ちかな。そうなると困るんだけどな。次戦闘集中砲火やめてほしい。マジでこのターンも打ってこなかったら次絶対打ってくるからな。あ、打ってくるわ。絶対打ってくる次。ってことは次はもう先制で決めたいね。どうする？これしかない。
オッケー、危ねえ。そい、倒せるかどうか問題は。あー、倒せる。会心が出るよ、倒せる。うー、危ねえ。うん、こっから俺のターンっすね。ただそうだな、まだ、いや、まだいいか。並びは悪くないからこれでいこう。でアイテム使いつつだね。完璧な流れが今来てるよ。最強のスーパーヒーロー見せてやる。うわー、戦闘近い。ちょっとまずい。一応 60% カットにはなるんですが、でいけ今更ステータスアップを狙う俺コロさんですね。魔剣子殺法。今更ステータスをアップします。 OKOK、 ある程度アップした。でこれ真ん中ガンマを置くことによって相手の気弾系を無効化できる可能性があるんで、それを狙いましょう。さあ965万。最近はもうね1000万いくのがね、イベさんでも1000万いくからね、やばいよね。あのブルマとかね、ブルマとかいう化け物、あれ1000万いくからね、アタック。イベサンブルマン、それで1000万到達してから、あー、ここは通常か。ただ通常でも結構ごっそり減る。あほほ、25。いいね。攻めの2号、守りの1号、攻めのご飯、守りのピッコロ、攻めのゴジータ、攻めのベジット両方攻めかーいっていう。はい、クルリンパ、はい、ドン。強い、強いの、強いの、もうたまんねえの。やっぱスーパーヒーローって強いんだね。まあヒーローだからね。はあ、これはもう皆さん豪華ですよ。今度は僕の番だ。行くぜ。からのこの音楽いいよね。リニューアルしてから はい、もうもうお前おしまい、バイバイもうお前おしまい、まただね。めちゃくちゃなんか変な声が出た。またな、もうお前おしまい、食べちゃうぞ。はい、うたまりな、魔剣豪殺法、ドーン。あれおい、閉まらねえ。それちろん、はい、まあ、てな感じでいかがだったでしょうか。今回スーパーヒーロー対になるキャラっすね。ガシャで、まあ強いねサポ欲しかったけど強いですね。あ、守りが充実してるっていうのもあるし、
普通に強いメンツですね。結構豪華ですしね、たまんですねこのメンツやっぱスーパーヒーロー強えわ。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃまた皆さん、バイチャー。